にいたんだ。ここから私たちの姿が見えてたなんて不思議な気分ね。つか、なんで鴨志田だったのかも謎だけどな。みんなの話じゃ元の映画の登場人物が変わったって。ああ、我が輩たちが来てからカモシダーマンに変わったらしい。元は別の人物だったようだ。うん、私の勝手な解釈だけど、もしかしたら置き換わったんじゃない？例えば私たちの身近にいる似てる人に。ああ、カモシダとヒーローに共通点があるってことか？もし誠の言う通りだとすれば、登場人物のイメージに合った人物を実在の人間の中から当てはめる、いわゆるキャスティングというところか。皆様、よくご無事でした。お怪我はありませんか？あなたたちが元から映画館にいたっていう？支配人の凪と申します。彼女は光さん。はじめまして、奥村春と申します。私は新島誠、彼らの仲間です。あれ、人見知りみたいなの。昔の双葉に近いっていうか。なあ光、映画どうだったよ？俺たちカモシダーマンをやっつけただろ。ちゃんと見てたか？見てたよ。お前ずっとあの胸クソ悪いままの映画を見てたんだろ。ちゃんとした結末になってやっとすっきりしたんじゃね？だろ？捕まってた友達も助かってよかったね。心配してくれてたんだね。どうもありがとう。だが、これで分かっただろ。我が輩たちに不可能はないぜ。せっかく我が輩がビシッと決めたのに、そこはカッコつけてくれてもよかっただろう。ところで、あの映画ですけれど、皆様の導いたあの結末が正しい形だったのかもしれませんね。正しいとは？光さんもそう思いませんか？え？ここで流れ続けていた映画は、当然のように権力者が支配をする。それも一つのあり方かもしれません。ですが、この映画にはもっと違ったメッセージがあったと思うんです。違ったメッセージ？力がある者はその力の使い方を間違ってはいけない。その力で弱き者を救い、悪を罰する。それきっと本来はそんな映画だったのではないでしょうか。私、あの映画、あんな結末じゃないと想像してた。どんな話だと思ってたの？偉い人に盾ついたら空気を乱すなって嫌われる、変なやつだって周りからも白い目で見られる。大多数の人が正しいと思ってるならそれに従う方が楽だから、みんな黙って権力者に従って終わる話。そういう現実は確かにあるかもね。私、そんなの絶対に嫌。自分のことだけじゃない、仲間や友達を見捨ててまで従うなんてできないよ。ああ、偉い野郎に尻尾振って暮らすのは楽だろうけどさ、そんな自分に胸張れっか？俺は我慢できねえよ。なあ、光はどうだ？助けてくれる仲間や友達、すごく大切だって私は思う。
ない。今、心がすごくモヤモヤしてる。詐欺師さん、ここ光さん、こちらへいらっしゃい。もしかして勝手に映画を変えたから怒っているのかもしれないね。待て、なんか様子がおかしいぞ。おい、急に何なんだよ。みんな気をつけろ。ひかりさん、苦しんでる。まさか攻撃してくる気か。だとしたらここではまともに戦えない。どうするの？やばいやばい。ひかりちゃん大丈夫？お、落ち着け。私たちもついてるぞ。ちょっと爆発するんじゃないの？収まったの？おい、見てみろ。銅が何か落としたぞ。ん？あれは？これ、鍵？鍵だな。あいつが所持していたのか。銅、何の鍵だ？ちょ、銅！てめえ！なんか言えよ！言っちゃったな。まあ、もともと何聞いても答えなかったけど。光さん、もう大丈夫ですよ。なあ、もしかしてあの鍵って出口にかかってた鎖のじゃないか？言われてみれば、出口の鍵とつがいになってそうな感じがするな。でも平気かしら？触った途端爆発したりとか。では試してみてはいかがでございますか？うわっ！今度は誰？一言で言うと青の一族だ。以下略。ああ、本当ね。確かに青い。っていうか、どうしてポップコーン？ああ、気になられますか？これは回転の儀式のためにあつらえら…で、いかがなさいますか？こちらの鍵、試されますか？試されませんか？さあ、どっち？あ、俺も賛成だ。やって…そうと決まれば、レッツラゴーでございます。青い服の人たち、結局誰なの？俺らもあんま分かってねえけど、まあ、歩きながら話すわ。うわ、すごい鍵の量。話には聞いてたけど、幻獣を通り越して異様ね。ああ、
我が輩のピッキングテクでもびくともしねえ。だがこれを開けられれば外に出られると踏んでいる。本当に試されるのですか？もし万が一のことがあったら。その時はその時だ。さあ鍵を試してくれ。まさか挙手制？いや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 、ここはリーダーって流れだろう。安心しろ、死なばもろともだ。なんて。だから言ったろ。じゃあ私たちを閉じ込めているのは鍵を持っていたあのドーっていう。単独犯かどうかは分からないが関わっていると見て間違いないね。でもどうして鍵を出したんだろう。苦しんでたようにも見えたし、さっぱり分かんない。つかあいつが鍵持ってんならよ、残りも出させればいいだけじゃね。なあ全員で銅を囲んで鍵出せって詰め寄ってみね。俺一人でやんのかよ。リュウジ、バカな真似しないでよ。あんな正体不明なやつ怒らせたら絶対やばいから。って自爆しそうだ。そのままパーティー全滅する。じゃあ残りの3つの鍵どうすりゃいいんだよ。これは私の完全な推測だけど、映画の結末を変えたことでドーが苦しみ鍵を出したなら、あと3つ映画を変えればいいってこと。理屈的に考えて。このシアターって他にも映画やってるの？シアターは他に3つあるのですけど、異変が起きてからは閉鎖した状態でして。でも残りの鍵の数とシアターの数は合うのよね。困ったわね。他にも情報があれば。光？どうした？いや、その何か言いたそうだから。あのこれ手がかりになるかわからないけど、気づいたら持ってて。なんだこれ、さっきくれたノートとは別か。招待状。絶対に映画を見に来てください。なんだ、脅迫状か。光は誰かに呼ばれてここに来たってことじゃねえか。やっぱどうってやつの仕業じゃねえ。わからない、全然怖くて。気づいたら一人だったんだよね。不安な気持ち私もわかるよ。でも安心して、今はナギさんも私たちもいるから。そうだよ、協力してみんなで一緒に出よう。どうした、何か思い出したのか。ここで見なくちゃいけない映画は。館内の皆様にお知らせいたします。まもなく第2シアターにおきまして新しい映画が上映されます。繰り返します。言ってるそばから新しい映画だと？
行ってみるか。うん、第二シアターだっけ。ご案内いたします。皆様こちらへ。美少女怪盗参上。とある絶海の孤島、そこは遺伝子操作によって現代によみがえった生きる恐竜のテーマパーク。ほう、次は恐竜ものか。これ大丈夫かな。しかし人間たちは去り、島は恐竜たちの楽園となった。そこは肉食竜が支配する弱肉強食の自然界だったのだ。過酷な世界で息を潜め生きる草食竜たち、か弱く力を持たない彼らは群れをなし肉食竜から逃れるための旅を続ける。だがそんな彼らの中に空気を読まない悪が現れる。誰も同意していないのに自分の意見を主張する恥ずべき行為。数こそが正しい、多数派こそ正義。たった一人の言い出した余計な意見など迷惑千万。果たして清き多数派は悪しき少数派を黙らせ、心の平穏と群れの安息を取り戻すことができるのか。圧倒的スケールで送る恐竜映画の最高峰、ジュラシックランド、絶賛公開中。また後味の悪い映画だね。だな、カモシダーマンの時と同じ感じだ。胸がモヤモヤする。多数決の原理っていうのかしら。賛成する人の多い方が正しくて、それ以外の意見は認めないって雰囲気ね。賛成の多い方が正しいか、なんつうか耳が痛い話だな。俺たちも一時期は世間の評判で会心相手選ぼうとしてたし。リュウジ。だが今の我が輩たちは分かってるはずだ。世間の声に流されず正義を貫く、それが怪盗団の流儀だってな。俺たちの流儀はともかく、ヒカリ、これが君の見ないといけない映画か。分からない。ナギさんはどうです、この映画に何か心当たりは。いえ、心当たりもございません。
どうしたの？いや、大したことじゃないんだけど、普通の恐竜映画ってさ、もっとこうバーンっていうかさ、それな、もっとこうズバババババーン、ドゴーンって感じだよな。お、いいとこついてくるな。そんでもってドドドドドってなる。言い方はともかく、言いたいことはわかる。仲間を助けたいのに周囲を伺って声を出せない恐竜。恐竜映画なのに人間の世知辛い部分を見てるようで生々しいのよね。うん、和を乱すのは悪で、みんなお互いの顔色を伺って。カモシダーマンの映画といい、なんでそんな話なんだろうね。映画に限らず、芸術には作者のメッセージが込められる。この場合は自分を捨て他人に合わせるのが正しいというところか。はあ、そんなんで自分のやりたいことを捨てるとか、虚しすぎだろ。同感だ。俺なら周囲が何と言おうと絵をやめる気はない。私は周りに合わせなきゃって気持ちちょっとわかるな。みんなに会ってなかったら、私会社や大人に流され続けてたもの。あの映画そんなに変？え、なんとも思わなかった？不思議なの、みんながどうしてそんなに怒ったり悲しいと思うの。あの恐竜本当はダチ助けたいんだぜ。なのにできねえとか辛すぎだろ。でも仲間たちは反対だった。助けたらみんなも危険になるから。だが助けられるかもしれないし、みんな無事で済むかもしれないだろ。やらずに判断するのはナンセンスだと我が輩は思うぜ。それは、光さん、あの映画が良いと思うならそれはそれでいいと思いますよ。ただそれは本心であってほしい。あなたには自分を押し殺してほしくないから。私の本心、あの映画、私は。違う結末、考えても見なかった。例えば光があの恐竜ならどうしたい？私が、でも他の恐竜が、自分の気持ちに嘘ついたらもっと辛くなるぞ。いや、その私がそうだったから、ごめん。嘘、光もカモシダーマンの結末を良かったって思ってくれただろ。だからそのつまり、もしまた変わるなら、別の結末があるなら、私見てみたいと思う。本当か？しゃあ、なら俺たちに任せとけ。なあ、この映画もまた変えてやろうぜ。ああ、僕も賛成だ。映画を変えることは結果的に脱出することにつながると思うからね。映画を変えたら銅が鍵を出した。今回も同じってわけか？法則として確定したわけじゃないけど、可能性はあると思う。この変な映画も銅が流しているならなおさらよ。なら決まりだな。映画の中を探ってみよう。
それじゃあ。ありがとう。シャドウミッケ、逃がさねえぞ。狙いを定めろ。逃がすなよ。大丈夫、ちゃんとやるよ。よし、やるぞ。考え直すか。やるよ。どれどれ。ジョーカー、うん、いい働きだ。スカル、やったね。いい感じ。全力集中。今ならいけるよ。よし、行くぜ。私も頑張るね。我が輩の出番だ。このチャンス、生かしてみせる。これが我が輩たちの力だ。お宝出しやがった。調子どうする。そうだ、行こうか。疲れはしっかりとっておきましょう。お待ちしております。何を売っていただけるのでしょう。これは面白い。お待たせ。もう少しでひらめきそうなの。効能は保証いたしますよ。命は大事にですよ。ご購入ありがとうございます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 。備えあれば憂いなしですよ。Oh.
何を売っていただけるのでしょう。